今回ジャズケやったんです。いやー来ちゃったなー、ユメルフィーの復刻。いや今環境的に考えると性能がいいか、いやそんなことはないって感じではあるんだけど、超フェスだしルフィじゃん。で青属性俺全然強くないのよ、だからめちゃくちゃ欲しいのよ。俺あと緑のおでん様とこのルフィだけ持ってないのよ超フェス。でも実はね俺このユメルフィーにダイヤ3000個以上溶かしてて、いや出てくれてもまあ悪くはないと思うんだけど、回していこうかなと思います。まあ、今回20連しかないからね。ま、運試し。いや、どう？来てくれ、マジで。来てくれ、マジで。頼む。オッケー、仲間いる。うわー、ない、かな。ないね。いやー、渋いな。一瞬で終わるな。これ、ショートだな。次いきます。いや、これで来てくれたらすごいよね。これで来てくれたら激アツ。おっ、もっと熱いか。14はないのよ。いや、さすがに味気なさすぎるからチケット引かして。ま、ただ、お金ないから、2枚だけど、まあ、けどね、その普通に出る可能性もゼロじゃないから、お、熱っ。あ、けど金か。金で27で、赤、マイナス 3? あれ？仲間いたよね。仲間いたから、マイナス3は全然ある可能性。いや、信じようガチで。そう、さっきまでの演出クソだったからな。何もなかったからね。そう、星4が出る可能性が、まあ、星4は確定か。お、ゲットアタッカーなんだよな、イメルフィーは。ありがとう、コーラ。コーラも必要だからね、普通に。おーい、でもかけどコーラなのよね、俺。オッケー、本日ラスト行くか、早くね、ガチで。そうけどね、ユメルフィーこんなタイミングで来ると思わないじゃん。おー、宝金熱いけど、いや、渋くね。オッケー、あるあるある、マイナス3点。さっきと一緒か、演出的には。これ来てくれたら熱いんだけど、なんならスネークマンで抜いてくれてもガチでいいんだけどな。そう、ユメルフィーだけで見ると俺かなり爆死率の方が高いから、来てくれても可能性を全然感じる。どう？あれ結構ある。最後の方にあるならね、可能性信じてもいいと思うんだ。アタッカーで引いてくんね。あー、なんで？動画を最後まで見てくれてありがとう。今ね、ここに出てる動画もね、面白いはずなんでね、他の動画とかもね、探してみてもらえると嬉しいでございます。ショート動画だったりとかの TikTok の方にもね、時々投稿するから、もしよかったら。で、リクエストとかあったらコメント欄へ。ってことで、じゃあまた次の動画で、まあ、ライブなり、他ので、バイバイ。